取り柄があるっていうのは他人を苦しめることなんだ。で、こう言ってもね、皆さんはピンとこないんで、取り絵ってのがいのはいこと、いいことだと思ってますからね。悪いことだと思ってませんから、取り柄が。私は取り柄が悪いことだと思ってるんですよ。取り柄と、普通に言うのが。普通に言う取り柄が悪いって言ってるんです。これ難しい。二つ意味がありますから難しいんですけどね。えー、っと、勉強が一番の人がいる。一番から十番の人がいるから、十一番の人はお母さんに怒られる。僕よく言うんですよ。 これが取り柄の罪なんです。取り柄というものが持ってる罪なんですね。私なんかも勉強できましたから、大変にその意味じゃ申し訳ないと思ってるんですよ。私がいつも一番でしょ。そうすると、二番以下の人はお母さんに怒られるんですよ。まあ、基本的には。まあ、怒らないお母さんいくらでも言いますけど、怒られるわけですよ。だけども、その一番っていうのは私にとっては意味があるかもしれません。私にとっては。だから私はまあ、 物理ができるとか、国語ができるとか、美術ができるとか、まあ、我々多様なんでね。それは良かったと思いますよ、僕としては。だけども、私が他人に悪いことをしたのは間違いないんですよ。ええ、別に、物理が一番だって何が一番だって関係ないんですから、他人ですから。だけども、この世の中は、人と比較する人が多いんですよ。それがいけないんですけど、いけないんだってそうなんですね。ですから、取り柄があるってことは、 人を苦しめることになってるっていうのは僕はもうずーっと感じてるんですよ。例えば会社に入っても私が優秀ですので私がつい上司になっちゃうんですよ。給料も多く取っちゃうんですよ。そうするとそれはね、僕は人間としてはみんな同じだと思っててやっぱりご飯食べるときもみんなでテーブル囲んで同じものを食べようと思うんですよ。だけどついつい僕の方が給料高いから僕は 二千円のもんだって対職になかったりするけど、だけども給料の低い人は二千円のものってのは高いわけですよ。だけど一緒にご飯食べるときはやっぱり値、ね、差をつけるわけにいかないってことになるわけですね。それで僕の教え子がね、これ本当に感激してくれた人がいて、今でも僕思い出すんですね。川崎かなんかで学生と一緒に昼食を食べたときに一人だけ、それ母子家庭の子供だったと思うんですね、学生だと思うんですよ。 僕は食べませんっつってね。ああ、そうっつって僕もそれもうそういうのはいちいち学生のね、そういうことは自分で先生だからっっ一緒に食おうなんて言えませんから。じゃあ分かった。僕らちょっとそこであそこで昼食食べてくるからって蕎麦かなんか食べた。で、僕は途中でちょっと心配になって外に出たら、その本人は外でどっかのベンチに座ってパンをかじってたんですよ。だからあの時に500円か600円の蕎麦は自分はお母さんに 負担になるから、自分はパンで我慢しようと思って、150円か200円のパン食べてたんですよ。ねえ、それを見てね、本当に僕、鳥絵というものに、非常に反省したんですね。かわいそうなことしたなと思、思いました。<laughs> 今でも、悲しいですね,ね。で、ここに書かれているようにその、その人の特徴の中で優れた部分。この優れた部分というのは、本当に優れてるんですかと。 人間として優れたことなんですかというのが僕の疑問なんですよ。だからもちろん僕もあの、自分の話したものをもう一回聞いてみますとね、私にもやっぱり先入観があって、なんか取り絵っていうのが、ここに書いてあるように、性格が優しいとか、友達が多いとか、米を作れるとか、そういうこともなんか取り絵に入れちゃってる感じなんですけど、僕が言いたいのは実は、 他人よりかいいところ、自分の性質の中でいいところっていうのは、いい面はあるんですけど、それが同時に他人を苦しめることになっている。それを小学校とか中学校で、いいこととして教えてんじゃないかといやいや。教えてるの間違いないんですよ。ですから、その私が接した学生がですね、自分には取り柄がないから、先生そんなこと私にはできませんと言ったと。それになっちゃってる。 だから本当にかわいそうだなと、私は思ったわけですね。ですからこれをもう一回、フリエというものをもう一回お話をしたいというふうに思ったんですね。つまり、その人の特徴の中で優れた部分は、優れたっていうのは何をもって優れたかっていうとですね、やっぱり人よりか成績がいいとか、人よりか足が速いとか、まあそういうことを優れたという言葉を言っちゃうんですよ。だから、じゃあね、この人に批判されれば、優れたという、 用語は日本では優れてるということなんだからしょうがないじゃないかって言われそうですけど実はそのこの錯覚がですね明日から話すアメリカ人が貧乏だと貧乏なアメリカ人心の貧乏ですね自分は今よりか金が多い方がいいという心の貧乏これが現在の世界の不幸を呼んでるんだと実は 人類が不幸になってる。現在人類は不幸になってるんですよ、実は。あの、たまたま、アメリカに生まれたエリートとか、中国に生まれた共産党員はいいかもしれないです。だけど、それはもう、ほんの地球の1%くらいなんですよ。地球の1%だって8000万人もいますから。1%でも8000万人いますから。だけど、 たった1%の人がいい思いをして、残りの99%が辛い思いをする社会というのは、僕は良くない社会と思ってるんです。これは良くない社会。だから、優れた人がいるっていうのは良くないってことなんですよ。これがまたなかなか難しくてですね、あの、まあ、このヒバリクラブを聞かれる人は、それ十分に注意してくださいねっていう意味でですね、ちょっと書きました。というのはどうしてかっていうと、具体的にそうなんですよ。 具体的に世界の富の、世界の富はですね、みんなが働いた結果なんですよ。お米を作ったりいろいろした結果なんですよ。つまり、取り柄で富ができてるわけじゃないんですよ、えー。平均的なもの、平凡なところで富ができてるんです。富が発生するのは平凡なことなんですよ。例えば僕が言うんだったら、子供を産んで一生懸命育ててる母子家庭のお母さん。子供を産んで育ってるわけですから、ものすごく立派なんですよ。 ところがこの立派なことに対して、1年間で235万円の収入しかない。なぜか。日本人平均は600万円ぐらいあるのに、なんでその3分の1ぐらいしかお母さんに行かないのか。なぜなのか。それはですね、まあ今日この取り柄の2を取り上げたので、あえて言いますとね、優れた部分というものを人間はなんか決めてしまうんですよ。物理ができるとか。 自動車を作ることができるとか、会社の社長であるとか、それを優れたっていうふうにしちゃうんですよ。本当にそれは優れてるんですか,かもう一つ言えばですね、アメリカの社会を見ればわかるんですけど、日本も絶対そうなんですけど、優れてる人ほど悪いことするんですよ。<laughs> その一番典型的なのは、温暖化のために CO2 を削減しましょうと言っている政治家ですね。皆さんすぐ頭に浮かぶでしょう、大臣とか。 そういう人は、普通の人よりかずっとずっと収入多いんですよ。で、この収入の多い人がどのくらい CO2 出してるかっていう計算値もちゃんとあるんです。普通の人よりか10倍、100倍と CO2 出してる。自分で CO2 出しながら、自分よりか貧乏な人に CO2 出すなと言ってる。このくらいの二重人格は、実は取り柄のある人がほとんどなんですよ。取り柄のある人はするんですよ。だから、 取り柄のある人ってのは一体取り柄があるんですかね僕はそこを疑問に思ってるから、この人のコメントを出したんですよ。この人は本当にそう思ってるのかもしれませんね。この人インテリじゃないかと思うんですよ。ある程度社会の指導的な立場にいた人じゃないかと思います文章。文章から言ってですね。そういう人たちは自分は優秀だから、取り柄があるから、優秀だから多くの金をもらってもいい。それが本当にその人が自分で やったことならいいんですけど。実はね、僕は、あの、明日から、そのアコースティック哲学のシリーズ2をまたやりますけどね。世界の富の分配を見たら絶対にそうじゃないんです。ただ、それが通用してるのは、その頭のいい人、取り柄のある人がずるいからなんですよ。僕はそう思ってます。いや、本当に頭のいい人ってずるいですよ。自分は何とでも言えるもんですから、それでごまかしちゃうんですね。 それがやっぱり現在ものすごく変なんですよ、社会が。それはもう明日からやりますけどね。このものすごく変な社会がなぜできたか。その言葉の一つに取り入れっていうのがあるっていうのが僕の考えなんですね。ええー、と、まあ、この方のコメントはまあ、えっ、ー、と、事務局の方はもう、こういう変なコメント全部切ってくれ、切った方がいいですよって僕に言うんですけどね。だけどまあ、ちょっと文章が悪いだけで、 ちょっと文章が失礼だけ,だけですよ。この人の特徴でしょうね。えー、優れた部分のことですよとかね。まず調べましょうとか。常に上から目線ですから、もしかしたら学校の先生だったかもしれないですね。えー、学校の先生、これが一番危険なんですね。上から目線が。<laughs> しょうがない。職業病院だと思うんです、まあ。ということで、今日は8月に入りましたけど、この取りエっていうのの考え方がすごく重要なんで、その2を私お話しいたしました。